はい、今回ですね、ヌルオブジェクトの高度な使い方ということを勉強していきたいと思います。まあ、以前はですね、ペアレントコントロールの方で、まあ、ヌルをね、親に設定して動かしたっていうのがあるんですけども、もう少しね、突っ込んで、ここの辺解説したいと思います。はい、まずですね、背景。はい、ホワイトですね。まあ、毎度おなじみのグラデーションをかけて、まあ、真ん中をこんなような形にします。で、キャラクターですね、今回はですね、カードを選んであげてください。カード。はい、こんなような感じで、はい、カードを設置します。はい。で、このカードね、もし並び方が難しかったら、プロポーショナルグリッドとかね、あとグリッドとかいろいろと使ってみて、うまくね、均等に並べられるようにしてあげるといいかと思いますね。はい。並べ終わりましたら、これをですね、こう動かしていく。時計回りに、こう連動して動かしていくっていうやり方を解説したいと思います。さあ、一個一個ね、こうやって回って、こう動かすって結構、めんどいんですよ。めちゃくちゃめんどい。ということもあって、これらはですね、ヌルを使うと一発でできるという技を紹介します。まずレイヤーから新規のヌルオブジェクト。まあ見えない平面と思ってください。そうするとヌルがね、ちょうど中心に出来上がります。はい。これね、場所はどこでもいいんですけど、わかりやすいようにね、こうやって入れてあげます。あと、もう一個ね、説明し忘れたんですけども、ここ、ソース名ね、ここね、エンターキー、リターンを押してあげてください。そうするとね、名前入れられるんですよ。例えば、ここは、中心のヌルとかね。まあ何でもこういう風にね、入れることができますんで、名前ね、もし分かりにくかったら、エンターキーもしくはリターンキーね、こちらを押してあげて名前を変えると分かりやすいかもしれません。まあ例えばホワイト平面だと嫌なんで、ここだと背景とかね、こういう風にしてあげるとうまく分かりやすいんじゃないかなと思います。さあ、こうしてですね、ヌルが出来上がりましたら、あとはめちゃくちゃ簡単です。この他の人たちね、みんな、他の人たちをはい、ウィップで中心のヌルに設定します。そうすると、こういう風に見ていただくとわかるんですけども、ヌルが回転すると、みんなこう回転しますよね。ちょうど中心に合わせて回転するような形になります。まず、こういった回転ものはね、結構ヌル便利に使えますんで、うまく使ってあげるといいかなというふうに思います。さあ、続いてヌルなんですけども、キーフレーム打っていきたいと思います。回転ね、こんな感じで、そうですね、1回転しましょうか。1にします。そうするとこういう風に、まあ、キーフレームで回転するような形になります。で、キーフレームが回転して回転するのはいいんですけども、これが一緒に回転しちゃうと、まあ、逆さになっちゃいますよね。なんかこう見えにくいっていうかなっちゃいます。これを防ぐにはどうすればいいかというと、一番ちょっと上の、はい、キャラ見ていただきたいんですが、これをですね、回転で逆にしちゃえばいいんです。ここで来たら10秒後にヌルとは逆のマイナス1回転に設定します。そうすると、こういう風にね、反発し合ってうまくこう、まあ、まっすぐっていうか、正面向いたままになるんですよね。こういう風に、横にこう傾かなくなります。で、これの方法なんですけども、今ここで回転やりましたよね。やったら、コピーします。そして、ペーストすることで全部を同じ動きにすることができます。で、ここで、そうですね、ちょっとわかりやすいように、はい、ローテーションなんで回転ね、ちょっと見てくださいね。ここでペーストしますよ。そうすると全部が、こういうふうに今、キーフレームできました。はい、こんな感じでですね、エフェクトとかキーフレームっていうのは、すべてコピー&ペーストできるので、まあ、そういったね、形で、使ってあげると結構やりやすいんじゃないかなというふうに思いますね。ちなみに、このコピー&ペーストしたデータってどういうふうになってるかって、ちょっとね、見ていただきたいんですが、こんなような感じなんですよね。ちょっとね、普通にですよ。テキストでいくと、今これ、ペーストするとどうなるかっていうとですね、ここのデータですよ。こういってペーストすると、こんな風に出るんですよ。キーフレームデータっていうのが。なんで、これがたまたまこっちにペーストされてると思ってください。紙面で読むっていうかね、こう、メモ帳とかで読むと、こういう風になってるということを分かってあげると、あ、このデータがこういう風に移動してるんだなっていうのが、すぐ分かりやすいと思います。まあ、あとはね、ヌルの速さとかですごい高速回転させたいだとか、いろんなことできるので、まあ、演出次第でね、こう、スロットみたいにヒュー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 、ピタッと止まるっていうのも可能だなと思いますね。